はい、ボッツです。経営免許を取るために合宿に来てまして、2日目無事に終わりました。2日目何をしたかというと、まずは1日目の、おさらい、直線バックを、何回かやった後、円バックというのをやりました。この円バックというのが、いわゆるこの右バック、右の方に下がっていく、バックをこれね、ずっとひたすら円を描くようにこうやってするんです。あ、ちょっとはみ出た。こうやってね、円を描くようにこうぐるぐる回っていく、ただそれだけのことなんですけど、これがねまた非常に難しい。このバックするこの折れ角っていうんですけど、これがね、この折れ角を一定にこう回っていけば何も問題はないんですけど、これを維持するのがね非常に難しくて、こうやってねだんだんこう伸びていくと大回りになって回れなくなったり、あと逆にねこの切れ角が大きくなるとこう小回りになったりね、もう場合によったらもうジャックナイフになってもう収拾つかなくなったりするんですよ。この折れ角を維持しながら回るのが、バックするのがどんだけ難しいかちょっと痛感しました。でね、このコツというのを、トレーラーの大先輩ベイアンにちょっと聞いてみたいと思います。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日もベイアンに参加していただきます。はいはいはい、ほな、ちなみに今日は何した？あ、はい、2日目また2時間乗りまして、はい、今日は昨日のおさらいと、はい、あと円バック。円バック。はい、円バックというのをやりまして。円バックって何ですか？円バックって何ですか？あのね、円バックっていうのは、はい、要は右バックをひたすらやると、はいはい、円を描くように円、右バックをするんですよ。はいはいはい。ひたすら、ひたすらっていうか、まあまあひたすらね、右バックをして、はいはい、ぐる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 回る。そうです、そうです、そうです、そうです。はい、はい、はい。その折れ角っていうんですか、はいはいはい、あれの、はいはいはい、あれを維持する練習ですね。あ、維持する練習。はい、はい、はい。あとは、まあ、右バックでの方向転換の触りみたいなのをやったんですけど、はい。この右バックがまた難しくて、同じ角度を保ってバックするというのがね、はいはい、すごい難しくて、はいはい、折れすぎたり、あと戻ってしまったりするんですよ。このコツを今日はぜひ聞きたいなと思いまして。ああ、なるほど。はい。はいはいはい、はい。なんかあります？あ、右バックのコツですか？いや、円バックのコツです。あ、円バックのコツ。はい。あ、円バックのコツは。ないですね。ないですか。多分ね、僕ね、はい、円バックせえ言われて、だから円バック3周せえ言われても、はい、多分僕できないですよ、3周。あ、プロのトレーラー乗りがですか？はい。あ、だってね、はい、だってね、円バックとかすることないですもんね。まあ確かにそうですね。確かに。だってね、こう倉庫、大きな倉庫行ってね、大きな倉庫行って、20トンのトレーラーが円バックしとって、あの人頭おかしいんちゃうかなって思われるでしょ。だから、そうですよ。実際問題、倉庫で円バックなんかしないですから。そうなんですけど。そうですよ。だから、円バックっていう言葉は今初めて聞きましたから。あ、そうですか。ベイアンが取った時は円バックという言葉はなかったですか？円バックとか。あったんですかね、はい、多分あったかもしれんけど、覚えてないってことは、あんまり意味がないっていうか、そのね、多分、まあ、角度の感覚をつかむ練習という意味では、はいはい、まあ、ありなんかもしれないんですけど、はいはい、あ、まあね、多分、そんなせんでも、感覚って絶対分かってくるんだよね。はい、そのちょっと、円バックはちょっと面白いですね、それね。あ、面白いですか？あ、はい、あ、はい、はい。今度なんか僕、円バックまたほんとどっかでしてみるんで。そうですね。円、まあ、円かけないかもしれない。はい、あ、ほな、綺麗に3周できるかどうかいうのを一回。綺麗に3周できるかどうかね。実験してみましょうか。はい。もう、だって容易に想像できますもん。頭がどんどん膨
膨れ上がってって、はい、もう、はい、わけのわからんことになると思うんですよ、多分。そうですね、確かに。でもね、これね、だってね、難航による開墾ドライバー1000人集めて、はい、エンパック3周してって言って、きれいに3周回れるドライバーって、おうおうおう、そんなおらん思います。もう本当に円を描くよりね、円を描くより綺麗に回れるようなドライバーって、多分そんなおらんと思って、ほんで、はい、多分みんな口を揃えて言うのが、はい、円バックなんかすることないもんって言いますから、もうそれ言うたらお芝居なんですけどね。なるほど。せいぜいね、はい、せいぜい狭いとこ行ったら、こう、はい、一周ぐるっとではないけど、結構な角度でぐるっとバックすることあるんですけど、はい、でも、その3周回ること絶対ないんで。ああ、まあ、確かにね。確かに。はい。だってですよ。この運転手さん、9番バスつけてって言われて、了解ですって言って、そこでね、3周バックぐるぐる回っとったら、もう運転手さんよろしいわってなるでしょ。なります、ね。もうよろしいわって。帰って言われますね。はい、それは、なんぼ綺麗に3周回ってても、もう運転手さんよろしいわってなるでしょ。なるほどね。ああ、そうですね。はい、あ、まあ、はい、そうか。ああ、まあ、それを、ね、だからそれを言うとね、はい、まあ、今日の成果で言うと、その円バックですよね、はい、逆に円バックっていうのが僕は衝撃で、あ、なるほど、なるほど、はい、また機会があれば一度、円バックに挑戦ということで、はい、ベイアン、円バックに挑戦いうので、挑戦、もしくは円バック対決で、はい、現役トレーラー乗りと、とはい、免許取り立ての習いたてのおっさんとどっちがうまいかっていや対決というのも面白いかもしれませんね。対決というのも面白いよね。いや、あのね、こんな話じゃないんですよ、はい、違うんですよ、僕の今日僕のね、あの、はい、はい、教習の、はい、ためになる話を聞きたいんですけど、はい、結局、はい、円バックはようわからんことですね。ようわからんことで、はい、なるほど、あ、はい、わかりました。あと、あの、はい、まあ、あの、左バックでの方向転換の、まあ、触りみたいなのをやったんですけど、はい、明日から本格的にすると思うんですね。まあ、一つ二つワンポイントのアドバイスいただければと思うんですけど。ああ、はい。一つ一つの。これはもう僕だけじゃなくてね、はい、あの、これから県免許を取る方も参考にすると思うんで、ここはビシッとお願いします。はい。はい。わかりました。笑いなしでいいですからね。笑いなしで。ここは、真面目に、はい、一、はい、つ二つポイントお願いします。あ、右バックと左バックの、いや、右バックだけでいいです、とりあえず右バックだけでいい、はい、コツはね、はい、ね、はい、ね、はい、こうね、これらって、はい、よく言われるのがハンドルを逆に切ったら逆に行くみたいな言われるんですよ、はい、はい、でもね、はい、ぶっちゃけ実践の場合ね、はい、ハンドルを一回も逆に切らんでも右バックできる時ってあるんですよ。はい。ちょっと待ってよ。これは僕の教習に役立つ話なんですよね。あのね、これね、教習者にはちょっとね、あんまり関係ないかもしれないけど。あ、なるほど。ちょっと雑談として。はい、いいですか。雑談として。はい。あのね、はい、まあ、あの、バックするときに、くの字にトレーラーってこう、バック入れる前にくの字に止まって、そのままバックしていくじゃないですか。はい。はい、右バックの場合はくの字で、右バックの場合ね、はい、くの字に止めて、はい、このくの字になった状態でハンドルをまっすぐにして、まっすぐにバックするだけでもどん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 折れていくんですよ。ああ、はい、はい、わかります。今日実感しました。ハンドルまっすぐにしてるのに、はい、どん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 折れていくから、はい、このあとはハンドルを右にちょっと回せばヘッドが起きてきて、はい、右バックが完成するっていうことがあるんです。はい、だから右バックするのに一回も、はい、真ん中より左にハンドルを回さなくても、あ、はい、右バックができちゃうっていうことなんですよね。あ、最初のきっかけの左に切る以外は、あ、最初のきっかけの左もいらないんですよ。もうヘッドをくの字に止めた時点で、なるほど、ね、最初のきっかけいらないんですよ。はい。だから右バックの場合に、なるほど、右にくの字にトレーラーを止めると、ハンドルをまっすぐにした状態で下がれば、もうどんどん折れていくんですよ。ああ、はあ、はあ。だから、もうここぞというタイミングでハンドルを右に切ればヘッドが起きてくるでしょ。わかります、わかります。はい。だから、一回も中心より左にハンドルを切ることなく、バックはできるんですよ。なるほど。ってことはですよ。ええ、だから一番大事なのは、僕が言いたいのは、はい、ハンドルをこねてどうこうしようって思わなくて、おお、ほうほうほう、ハンドルうんぬんはどうでもいいんですよ。要は、はい、ヘッドの角度で、はい、
ヘッドの角次第でこう、はい、折ったり折らなかったりみたいなのをこう、はい、していくっていう感覚ですよね。はははは、ちょっと難しいですね。最初はもう左に切ったからこうやとか、右に切ったからこうやとかって思いがちなんですけど、もうハンドルをどっちに切ったかどうかどうでもいいと。はい。はい。結局、はい、ヘッドの角度でどう調整するかなんで。ほう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 。はい。ちょっと分かりにくいですよね。そうですね。ちょっと分かりにくいですね。素人にはちょっと分かりにくい。はい、言葉じゃちょっと分かりにくいで。ですよね。はい。はい。だから、分かった。分かりましたか。はい。結構ね、はい、右に寄せようと思ったら、はい。みんなね、ぐっと折り込んだりするんですよ。はい、OK、右に寄せなとか、もうちょっと左やったなとか思ったりしたら、その、ハンドルをガーッと切ったら、こっちに行きたい方向に行くと思ってやっちゃうんですけど、はいはい、ちょっと待てっていうことなんだよ。ちょっと辛抱しろみたいな。ほうほうほう、その角度でいいから、そのまま下がったら、こっちに行くからみたいな時もあるんですよ。ほう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 。だから予想するんですよ。あ、はい、これぐらい折れてる時はこれぐらいのスピードで折れていくんやなってなって、はい、あ、もうちょっと右やったかなと思うけど、はい、待ってそのままバックしたら、はい、行きたい方向に行く時もあるんで。はい。だから、小手先でやりくりしようと思わないっていうことですよね。ほう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 、ちょっと落ち着いて、なんか分かってるの分からん。全く参考になってないでしょ。多分これね、今度、なんか会った時にちゃんと、はい。あ、分かりました。はい、あの、ちょっとトミカも用意してるんで、トミカも、あ、そうですね、トミカでね、なんかもう、はい、今日の今の口の雑談はもう、ほんますんませんでしたっていう。あ、なるほど。じゃあ、明日につながらない話やったということですね。明日につながらない話。ただ、未来にはつながるということですね。はい。提案のつながらない話ですよね。あ、分かりました、はい。そんなコーナーではないんですよ、これはね。あ、そんなコーナーではない。分かりました。ちなみにね、ちなみに、経免許、はい、第1段階、第2段階ってあるんですよね。はい。はい、第1段階が5時間なんですよ。はい、だから明日ね、はい、明日の一発目が第1段階の見極めなんですよ。はい。で、これ見極め受かれば、明日の2限目、はい、トータルの6限目ですね。これが第2段階に入りますんで。はいはい、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、頑張っていきます。はい。あ、頑張ってください。はい。はい。はい、じゃあ、今日も。はい、また。はい。はい。ありがとうございました。エンバッグみたいなわけのわからん話はもう持ってこといてください。これ、カットしませんからね。これね。はい。はい。はい。では、また明日もよろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございました。はい。ちょっとよくわからない話になってしまいました。ね、明日につながるようなアドバイスもなかったんですけど、じゃあここはもう一発自力でなんとかしていきたいと思います。先ほども言いましたけど、明日の、一発目、見極め、なんとか受かって第二段階に進みたいと思います。では、今日はこの辺で。ほな、さいなら。